この番組は徳信館学院、木村塾、ティエラグループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。受験生の皆さん、こんばんは。今日は兵庫県の公立高校の入学試験が一斉に行われました。正式には学力検査というんですが、ここでは分かりやすく入学試験と言わせていただきます。さて、今日の入学試験なんですが、県内の公立高校全日制、定時制、単位制合わせて162校1分校で29,294 人が受験しました。倍率は全日制で 1.10 倍となっています。はじめに今年の入学試験の傾向などについてご紹介しておきます。まずは学習指導要領が示す目標及び内容の取り扱いに留意するとともに、評価の4つの観点、国語は5つありますが、すなわち関心・意欲、思考判断、技能表現、知識理解にも配慮した出題となっています。全国学力学習状況調査、生徒の学習到達度調査などの調査結果に基づき、理解力、応用力、分析力、思考力に加えて読解力や表現力を問うように工夫されています。そして記述式問題は出題の意図が明確な発問となるよう工夫するなど、客観的に採点できるように考慮されています。さあ、それでは5教科の問題と回答例を順にお伝えしてまいります。なお、これからお伝えする回答例は兵庫県教育委員会が作成したもので、サンテレビでは皆様からのお電話でのお問い合わせにお答えすることができません。ご了承ください。カフェテリアがすごい、電子教科書、塾マパ、学習管理がすごい、ウイルス対策がすごい、科学実験がすごい、そして何より先生がすごい。普通の成績からトップ校合格へ、スーパーサイバー進学塾、徳信館学院。兵庫県の公立高校入試回答速報をお送りしています。続いては理科です。解説していただくのは徳信館学院の北村正弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず北村さん、今年の理科の問題の特徴はどうなってますか？そうですね。今までと違ってちょっとね、傾向が割とガラッと変わってきたのかな、はい、という形で、知識も、ね、かなり深い知識力を問うような問題が増えてきていることと、それからこれはまあ例年の傾向なんですけれども、身近な科学っていうんですか、はい、身の回りの科学的なものにターゲットを当てた問題が、やはりかなり全体的なものの割合が多くなってきてますね。例年よりやや厳しい。そうですね、内容は ね結構難しくなってますので、はい、これで満点取るっていうのは、まあ、今までだとありえたんですけれども、今年、はい、まあ、その90点以上取れるっていうのが果たしてあるのかなっていうぐらいですね、結構ところどころに、まあ、骨のある問題がですね散りばめられてますね。ではそのあたりじっくりと解説していただきたいと思います、はい、それではまず大問1からお願いします。はい、1番は植物の生態と森林環境に関する問題になっております。はい、1番双眼実体顕微鏡というのが出てきまして、ちょっとゲットになっちゃった人がいるかも分かりませんが、はい、まあ、よく考えていただくと、まあ、記号がですね、右目で覗きながら、まあ、左目で最後にピント合わせるということで、うん、A を選んでいただければなと思います。はいはい、2番の問題は、記号で言いましたら E ということで、これはもう図をしっかり見て答えていただきたい。はいはい、3番目の問題もこれも結構深い知識がないと難しいのかなと、まあ、知ってるか知らないかというところになりますが、絵の約12ヶ月が正解になります。はいはい、4番の問題は、まあ、そのままですけれども、丸1番が中等、丸2番が花粉感となります。はい、括弧の5番ですね、胞子というのは、まあ、種子の簡単なものと考えていただきまして、これが単独で子孫を増やしますのうが答えです。はい、6番、根茎葉の区別があるかないかをもとにして区別しますと、答えはうと出てきます。続いて2番の問題です。はい、2番目の問題が、まあ、森林環境の問題となりますが、1番はバイオマスまたはバイオマス発電となります。はい、2番目の問題、まあ、ちょっと桁数の多い計算問題になりますのでですね、ゼロが多かったり少なかったり、まあ、注意していただきまして、はい、280万台というのが正解になります。はいはい、続いて大問に化学反応エネルギーの問題ですね。はい、はい、2番もですね、化学反応ですけれども、まあ、携帯用回路という身近なものを使った、まあ、実験ということで、はい、ここも割とですね最近の傾向に、まあ、即しているのかなと思います。1番の括弧の1番、
これは空気中、ペットボトル中の酸素と結びつく酸素が正解になります、はい。括弧の2番は、酸化を、まあ、答えることになりますから、あの、蒸発皿のエタノールというのが正解ですね、はいはい。で括弧の3番も少しちょっとひねった問題だと思うんですが、はい、まあ、一旦ペットボトルの栓を開けるとどうなるか。一時的には酸素が増えますので、まあ、温度が急激に上がると、うん、でその後落ち着くということで、まあ、O が答えになるかなと、はいはい。括弧の4番は先ほど申し上げましたように、鉄が酸化という化学変化を起こしたという形になります、はい。こちらは化合でも良いということですね、はいはい。2番の問題ですね、はいはい。2番発光ダイオード、まあ、例年昨年も登場しました発光ダイオードですが、銅板がですねイオン化傾向が小さい方という形になりまして、そちらがプラス極ですから答えはプラス極またはプラス極側、はい。括弧の2番、こちらも亜鉛の方がイオンになりやすいですので記号はウを選んでいただきたいと思います。括弧の3番ですね、ここのところから言葉の問題、丸の1番が電解質、はい。丸の2番、塩酸の場合よく出てくるんですが、ここはちょっと意表をついて硫酸ということな形なんですが、これもまあ学校でも習っている内容で、はい、H2SO4 矢印 2H プラス足す SO42 マイナスという形で答えになります、はい。4番は消去法でいきましょうと。エタノール砂糖は、電流流さない、それから銅板では電流が流れないということで E と O を選んでください、はい。さあ続きましては大門さん、はい。バネと電流の働きの問題です、はい。これはほとんど、火を使って表していただくという形になります。括弧の1番は、グラフの方を示していただきまして、この点もきっちり書けておって丸がもらえるという形になります、はい。2番目のところは 0.7 ニュートン、3番も比較していただければ 2cm が出ます、はいはい。括弧の4番、こちらの方は、0.01 ジュール、5番も比で答えますと、0.45 ニュートンとなります、はいはい。6番作図の方ですから、こちら回答欄にありますようにですね、矢印を、丁寧に記入していただければ丸がもらえると思います、はい。続いて2番になります、はい。2番の方、磁石って言いますか、電流の働きですね。括弧の1番は、S 極、括弧の2番、コイルの巻き数が丸1番は多いほど、それから電流が強いほど、または電流が大きいでも構いません、はいはい。括弧の3番ですね、はい。括弧の3番は 0.15 ニュートンとなってきます、はい。続いて大問4、はい。この4番が結構難解な部分が後半に出てきているという内容になってきますが、はい。まず1番2番は知識をきっちり答えていただければ、まあ正解できるかなということで点数を取ってください。ここでは、はいはい。1番の括弧1番丸1が反照、丸2が石器、うん。そして括弧の2番ですが、玄武岩ということになります。黒っぽい、ね、ガス火星岩になりますので、はい、記号ではアが正解です、はいはい。大きい2番の方ですが、括弧の1番は闘竜状組織、うん、はい。そして括弧の2番ですが、このような闘竜状組織は粒が大きいですので地下深くでゆっくりと冷える。 A を選びましょう、はいはい。さあ続いて3番目の問題が、これが結構難しかったという問題になりますね。そうですね、はい。その前に括弧の3番が記号が、はいはい、ごめんなさい、ね、となっておりまして、はい。大きな3番が結構これで、はい、面食らった人が多いかなと思ったりするんですが、フリップでご説明いただきます、はい。まず括弧の1番が、この地層はどちらに傾いているでしょうかという問題ですね。でまずここで押さえていただきたいポイントなんですけれども、この図の7番のところなんですが、はい。ここですね、それぞれ ABCD が表面からこの鍵になる火山灰の層までどれだけ深いところにこの層が出てくるか、はい。例えば A だったら45メートル掘ると出てきますよ、 B だったら35メートル掘ると出てきますと、こう考えていただいてですね、これを図の6番と7番に移し替えてみたいと思います、はい。例えば A でしたら45メートル掘るとここに、この火山灰の層が現れると、 B だったらここですね、そして C ですと35メートルですからこの辺り、そして D でしたら25メートルでこの辺り、これを表していますと、同じこの火山灰の層が例えば、図の、こちらですね、5番ですか、5番でしたら、こういうふうにして東に傾いている、はい。そして図の6番の方は南に傾いている、つまり北西から
南東に傾いてるんだというふうにして考える。ちょっとね大変かなと思ったりしますが、はい、この解き方で1番は、丸1が区、丸2が絵となります。はい、はい、括弧の2番の方もですね、まあ、多分1番できなかったら2番も難しいのかなと思ったりしますが、これも図で、表してみましたので、ちょうど X 地点が C 点と D 点の中間にあります。このまま25メートル掘る、35メートル掘る、じゃあこの青い線を見ていただくと25メートル掘ったところで出てきますよということで、E が正解になります。まあ、この問題はこういった青いラインをしっかりと引けるかどうかによって、そうですね、はい、簡単になったり難しくなる、そうなんです、引かないと難しいと思いますね。はい、受験生の皆さんはどうだったんでしょうか。はい、はい、さあ続きまして、はい、大問5は選択問題になります。はい、まず、A からお願いします。はい、A の1番は振動となります。はいはい、そして、2番の括弧1番ですが、ここ長さが統一されているということですので、ADE の E が答えになります。はい、はい、括弧の2番、丸の1番は、A と D の、表を比較すれば2倍ということが分かります。はい、それから丸の2番ですけれども、16倍、 3200g が16倍、 200g の16倍ですので、16は、4の2乗、つまり20センチの4倍で80センチと答えましょう。はい、はい、続いて、B の問題は身近な天体に関する問題ですね。そうですね、身近な天体で、はい、括弧の1番ですが、こちらですね、丸の1番が答えがウになります。はい、丸の2番はつい最近もありましたが月食を答えてください。括弧の2番、まあ、これは、少しずつずれますよと、西にずれるということは地球が、東に回っているから時点ですね、はい、E を選びましょうと。はい、はい、そして最後の、2番の問題ですが、物質を透過または通過しやすいという形で入れましょうということになってきます。ということで理科の解答例をお伝えしてまいりましたが、北村さん、まあ、今年の印象、はい、改めてどう感じますか。まあ、勝手な推測しちゃダメだと思うんですけども、はい、担当される先生変わったのかなっていうぐらい、ちょっと私も最初ゲッてなりましてですね、はい、あれ何これみたいなね、結構そこで特に1番から、はい、考えさせられる問題になってましたから、うん、結構そこでちょっと真っ白になった瀬戸さんいらっしゃるのかなってね、つまずいていただかない方がいいんですけども、うん、まあ、そこら辺はやっぱり塾なんかでしっかりとね勉強していただいて、まあ、鍛えられるのが一番だと思いますが、頑張ってほしいなと思います。ということは、まあ、本当に今年の理科に関して言いますと、例年とは、はい、雰囲気がガラッと変わってますね。ですから、まあ、これからね、まあ、そういったことも起こるかなと思いますので、はい、注意しましょう。そうするとね、来年またどういった問題が出るかっていうのも考えながら、来年の受験生は、頑張っていただきたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、理科の解説は徳信館学院の北村正浩さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、理科の問題と解答例をお伝えしました。コマーシャルの後は最後の英語です。これまで紹介してきました回答例は兵庫県教育委員会が作成したもので、サンテレビでは皆様からのお電話でのお問い合わせにお答えすることができません。ご了承ください。なお、兵庫県公立高校の合格発表は来週月曜日19日です。皆さんに朗報が来ることを待ちながら、ここでお別れします。さよなら。この番組は徳信館学院、木村塾、ティエラグループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。